マインタワーはフランクフルトアムマイン中心部の超高層ビルである。200メートルという高さはフランクフルト市内で4番目となる。地上56階、地下5階建てで2カ所の有料展望台を持つ。また53階より上は建築家、ベルント名が内装を担当したバーやレストランがある。マインタワーには定員26人のエレベーターが3基設置されているが、 そのうち2機の速さは秒速7メートルでドイツ国内最速となっている。マインタワーの建設は1996年から1999年にかけてハクティフ AG やフィリップ・ホールスマン AG などが参加した共同企業体であるアジーメインタワーによって行われた。また設計はハンブルクのシュブガーパートナーが受け負った。低層部は 従来のビルの外観を残すようなデザインとなった。建物内には、ヘッセン中林元州銀行、ヘラバインベスト、メリル・リンチ、アルバレツ・マーサル、スタンダード・アトゥアーズ、クリアリー・ゴットリーブ・ステーン・アンハミルトン・ LLP が入ったほか、2006年以降はオーストラリア、総領事館やヘッセン州のテレビラジオ局ヘシション、ルント・フンクのスタジオも入居している。 2001年からはメインタワーという日刊誌を発行しているほか2005年4月からは毎週土曜日にロトクジの販売を実施している屋上には送信アンテナが設置されておりアワーズインフォや UFMO といったラジオ番組を発信しているマインタワーのエントランスホールではビルビオラのビデオアートザワールド・オブ・オピランセーズと シュテファン・フーバーの壁面モザイクフランファータートレパ、XX、ヤーフンダートが一般公開されている。以前は 103.9MHz では、アワーズ3を、90.4MHz は、ラインマイン地域でアワーズ4を送信しており、いずれも 1kW で水平全方向に放射している。 現在ではで、八十七点九メガヘルツでアワーズ二を、九十七点六メガヘルツで、ドイツ・レンド・ファンクを送信している。なお、アワーズ一、アワーズ二、アワーズ三、アワーズ四や。民間放送のヒットラジオ ffh と afn、ヘッセン、ザ・イーグルは、グローサーフェルトベルクの中継局から送信されている。デジタル放送は、グローサーフェルトベルク、ユーロ・パチュアム。 ビースバーデン近くのブルチェル山から単一周波数ネットワークで送信されているマインタワーから望むパノラマ。左側が東、画像中央が南、右側が西。ありがとうございます。